皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回もエビルサクチャレのお試し、投手でやっていきたいと思います。で、一応ですね、投手の編成を考えているときにもうかなりなんか悩みましたね。で、まずはとりあえず特攻さんを積んでみると。で、特攻さんのこのまあ降臨にじたにお借りして、シュラキバと、無敗のナルミで、さらにモネちゃんというところで、この4人入れるとさ、女の子キャラ3人入んなくないっていう問題が出てくるんですよ。まあ他にね、夢城姉妹とかがいるんですけれども、闇の外すかっていう闇の外すか問題が出てきて、いやちょっとエビルの投手で闇のは外せないだろうとなると、じゃあ今度バウンサーどうするっていう話になってくるんですよ。この3人がもうすでにレンジャーなんで、ここでレンジャー3人プラスモネちゃんでもうデッキがカッツカツなんですよ。で、闇のはやっぱり外せないなと。で、役割分担はやっぱりバウンサーも入れたいんで、まあ、二刀流ルナちゃんを入れて、とりあえずこれで完成かなという感じになります。投手はだから難しいですね、本当に編成が。まあ、一応まあナルミとか、まあ、あとレベルによってはね、ちょっとシュラキバとかも外しちゃってもというところはあると思います。基本的に特攻さんのキャラは自分全然手持ちがないんで、まあ、こんな感じにはなっちゃってますけれども、もう PSR がね、二刀流ルナちゃんだけなんで、まあ、闇のはね、前回ガチャで手に入れることができたので、まあ、自前でね、用意することができて、ガチャで手に入れなかった降臨虹谷をお借りするというようなところになってます。なんか投手はめちゃくちゃ自信がないけど、まあ、やってみましょうと。3人いるだから、タックフィニッシュもコントロールと精神がいないんで、そこはもう決めらんないんですね。本当に夢白姉妹、まあ、どっちがどっちだったか忘れちゃったけど、なんか顔のちょっと顔っていうか、なんていうの、性格がきつそうな方が精神でしょ。で、あとは、あ、3人いる、すげえな、ここ3人この変化球だし、あとはコントロールの方、まあ、なんだっけ、野手でも使える方なんかもう名前が分かんねえ、全然使ったことないから。いやいや、お試しっていうか、出た時は使いましたけど、そこら辺しか使ってないんで分からんっていう。で、コントロール上限アップとかね、別に必要ないんで、まあ、夢城姉妹を運用していくか、まあ、それとも特攻で固めるかっていうところが、まあ、少し悩みどころだと思います。なんか変化球ばっかだな。そりゃレンジャー3人いるからね、そうなるよね、絶対技術足んない。まあ、ただコントロールをそこまで上げないから大丈夫なのか。ピッチャーのね、バウンサーもなかなか難しいっすよね、誰入れるかっていう。ほんとなんだ、もう野球ボールばっかりだな。守備ちょっと固めときてえな。黒金だからね、1個バー使うか。俺前回野手の時カロリーバー使ったっけ。そもそも割と体力に余裕があったんだよね。で、ここも黒金か。オッケー。マジ変化球だらけだな。ナルミのコツもなかなか潰しづらいからね。あ、ちなみに降臨虹谷とシュラキバ両方とも初めてなんで、ちょっと待って、これ励ますでいいよね。ここら辺は一緒、イベント内容がメンタルいねえし、ちょっとここは寝とくか。で、闇のこれは取りに行こう。やっぱ敏捷ポイントちょっと欲しい。42って投手にしたらもう相当手に入るよね。闇のかーってか、モネちゃんか、全く出てこないんだけど。一応メンタルも、じゃあ、いや、メンタル球速ロック、いや、メンタルしとこう。闇のだったら精神がもらえるんでね。あ、ここ、これちょっと待って、虹谷エボリューション、あ、これは追加イベントか。美術館縛りがもらえるんだね。ボランティア、東大躍動、あれ東大躍動なんてあったっけ。いや、今多分アプリのイベント見てるんで。で、特に興味は成功失敗があるね。モテモテになれる可能性がある。体力は回復、両方とも体力は回復する、失敗しても。縛りか、いやーどうしよう、ちょっと特に興味はない。
どうだ、そう、モテモテになった。モネちゃんの評価も上がった。やった。でダンジョンが一応ロックはできるか。あ、モネちゃんいる、回収しとこう。まあ乗せられるんだったら早めに乗せておきたいからね、モネちゃんの評価も。よし、ラブパワー。いや、エビルのねラブパワーは本当に、てかシュラキバも分かんねえ、イベント内容が。戦うか普通に練習するか、これはもう挑戦するでしょう。ちょっとイベント内容分かんねえけど戦おう。どうだ、いや無理だったこれ、え、分かんねえ、失敗した。失敗したっぽいな、内容はよく分かんないけど失敗したっぽいです。じゃあここ回収しちゃおう、体力ないし。何もらえるんだろう、まあ、ちょっとそれはご自分でお調べください。てかオリ編とかオリストが多いな今回で。爆速ストレート、これ普通でいいよね、普通っていうかさ通常通り進めていって。何取ろうか、何かちょっと挑戦したいな、せっかくだから。キバ、ジャイロボール。てかもう10月終わりに近づいてきて、練習の鬼。これ一番下にとこう、体力を回復で牽制、一応もう取れんだ、取ろう。でリリース、ジャイロ取るでしょ、カチューン取るでしょ、バント封じも取るでしょ。内角もね意外に、まあ、軽い方といえば軽い方ではあるんだよね、こんなもん。まあ、投手はね潰すコツがそんなに多くないんでそこは楽だよね。黒金、いやモネちゃんがいるけど黒金だな。変化球ポイントばっかり溜まってくな。で黒金ゲットしたんで、ここで黒金使えばもう大丈夫でしょう。モネちゃんの評価が虹谷のイベントで1回10上がって1回練習してラブパワー発動してここで20上がればさすがに届いてるよね。 35SR とはいえ。でロックしておきますか、技術欲しいからね。レンジャーさんだからね、レンジャーさんの111って。どうしよう、感動的なプレイにしとこう。打たれ強さで、ここも無難に太陽で精神をゲットして、変化球練習。モネちゃんは一応乗ってはいる、スタミナ、そうスタミナもないからね、そういえば全然取れないわ。ちょっと回収しちゃおう、カロリーは使う。はい、いや投手なかなか本当に難しいわ。でこれもうモテモテ持ってくからいらねえや、一番下は。で太平楽、太平楽もまあ欲しいは欲しいよね、やろう。キバか、どうなんだろうね。喧嘩体力は減るからな。じゃあメンタルやっとこう。これでダンジョンこいつを回収すれば終わりかな。でヤフィ、何くれるんだっけ、テンポか。で爆速、勝手に進んでいくか。こう爆速のさ成功率ってどうなの、もう回復できん。よし行け、カッキーン。みなぎる活力。そうか、ナッチとかもいないから体力管理が超厳しそうだな。モネちゃんでダンジョンゲット。てかモネちゃんなかなか告白が来ねえな。野球センス、これ真ん中にしとこう。調子安定はなんか普通に取れっかんね、経験点を回収していく。で一番下、
やる気が下がるっていうのがなんかよくわからん。そうです、なんか変化球を覚え始めるか。ポーカーフェイス忘れてた。ポーカーフェイスは潰してよかったよね、あの虹谷が鉄仮面なんで。いや鉄仮面じゃない可能性もあるけど、どうしようか。金徳は鉄仮面、とりあえずいや1個ずつ1個ずつ伸ばしていこう。さすがにじゃあポーカーフェイスは回収しとこう。だってなんかある、何もなくね。いやメンタルもだってさ、メンタルの人がいないからさ寝れねえし。これ上にしよう、なんかいいこと起これ。チームメイト評価が上がったか。モネちゃん、なぜイベントが起きない君は。いや毒なのねえな、毒なのねえな。いや回復ロックしとくか。でこれはこれはちょっと待って、これわかんねえ。愛を深めるべき、なるほど。で初詣ってここ回復しよう。もうちょ急速回収できるか、急速回収しておきましょう。一体平落低め緊急登板。でエンジェルフォールを教えてくれるのか、教えてくれるっていうか自分でもいいのか。見える、私にも敵が見えるってなるとエンジェルフォール。見えないだと鉄仮面は絶対もらえるのか。じゃ見えないしとこう。ははは、自体の評価下がったし別にいいけどさ。告白少し遅い、でも付き合う。変化球回収できるときに回収しとくか、特になんもねえしな。メカニは必須だよね、やっぱり技術は。そこそこ、いやスライダーめちゃくちゃ曲がると思うんだけどな。やる気がなくなった。そうだね、まあ、SG もちょっと体力不足になるから回収できるときに回収しとこう。モネ、いやちょっとなやるものがなさすぎる。ここは体力回復するから寝たくはなかったんですよ。ちょっと残るね。いやマジでなんもねえな。ちなみにバレンタインってやる気下がるの、やる気上がるの。上がった、お姉ちゃん。よしここはロックしとこう。鉄仮面っていうね能力自体がどうなんだろうね、まあ、独身術を防ぐことはあるかもしれないけど。速球プライド、なんか勝手に進んだんだけどさ、選択肢とかないね。てか失敗したってこと、なんか破裂ストレートすら失敗した感じだね。まあ球速132しかないからね。でソウルセメタリーは太平洋使おう。でここからロックをしていきたいんは行きたいんだけど、こっちもう体力がなさすぎるよ。よしここから練習だな、回収。タックフィニッシュの回数を増やすしかないからね。要所アウトロー少しゲッ、また来た。この前失敗したからな、成功した。やる気上がった、やった。ちょっと得能見ていこう。
アイピンも取っちゃおう。1で鉄仮面結構高くね。やっぱ独身術を防ぐことがあるとはいえね、どうなんだろうね。緊急当番も取っておくか。順応活力は取っておこう。別に骸骨があるわけじゃないんで。アウトロー、無理無理、いける。シラス回収できねえ、ギリギリできねえ。1か。じゃあこれにしとこう。どうせスタミナないんだ。で SG ゲット。いざとなったら SG 使おう。どっちがいいのこれ。違う、闘志いらねえ、マジでいらねえ。闘志はガチでいらない。もう鉄仮面取っちゃったからね。うわ、春営も全く進んでねえな。いやでも2人でしょう。タックフィニッシュ決められるからね。切れないか、重い球。闇の重い球悪くはない。これで重い球相当軽く取れんじゃん。切れも取っとこう。2413とか。あとなんだっけ、なんか取らなかったっけ。まあ、いいや、わからん。いや、ソウルセメタリーの回収率もすげえ悪いな、今。3人いらない。タバコ3人マジいらない。これ何もらえるんだ。一番上ってまたやる気が下がるからね。謝っとこう。緊急当番取ったよ。いや、明鏡もいらないわ、パワコンもいらないわ。ってなるともうブレインマッスルしか選択肢がないんだけど。よし、やる気一応戻った。ブレインマッスル俊英、しかもモネちゃん入り。コンコツ、あれコツ自体は変わってないよね。虹谷、いやマジでなんかいいの来ないんだけど。まあ回収できるときに回収しとくか。じゃあタックフィニッシュ、伸び投資。4月か。経験点検マジで回収したいし。いやないな、ないな。一回デートしちゃう。回復したっけモネちゃん最初って。回復した気がするんだけど。30だよね。よしよしよし。そっか、エビルアイもあんのか。もうオリヘンだらけだな。まあ回収できるんだったら回収しとこう。ちーちゃんにハートがついてるからね。20回復するよね、タッグフィニッシュ決めると。いやでかい。根性対強打者、鉄腕リリーフ。いや大丈夫っしょ。どうする、一応ちょっと怖いから投げとこう。間違えた、こっちじゃねえよ。でスタミナなんてなくていいや。コントロールなさすぎ。でカーブ上げとくか。 E にはしとこう。 E にできねえし。闇のって3番打ってるんだ。そして3点、ギャーこれ下がるパターンだぞ。ノーアウト1、2塁とか本当にやめてほしいんだけど。コントロールがないから嫉妬しまくってんのきっと。フルカウントからの際どいところを狙う。よし、みなぎる活力。そんな持ってたな、そういえば。いいね。どうこれ、点取られると結構な確率で下がるからね。あぶね全然上がんねえ。やだ、もう投手試合がやだ本当に。これ投手の選択肢ないな、やってて思うけど。経験点を出せる気がしないもん。
いやねえ、いねえ。これシラスロック、ラブパワー来てくれ。来た、回復しよっかな。だってもうコパッツの3周よ、似ていない。一応取れた、ファイトブレイカー。あ、シラスここもロックできるな。2か、いや回復しとこう。ここはでほい、シラス取ってメカニ取って、それしか取ってないよね。でモネちゃんのお菓子とかよくわかんねえや。食べ物回復、瓶小手に入るじゃん、なかなかいいね。小平君ロックだけかけとこう。暁台は取れないね。全然ダメだ。フレインマッスルどうなの、ロックだけかけとく、それともなんか確実に襲名を取ってくる。今回一回もうデートしてやるから、まあ大丈夫といえば大丈夫。これなんか回収できなそうなんだけど、ルナちゃん今さら？そもそもなんかイベントも終わらなそうだな。ここ回収しようじゃあ。ダッツさん、ここ無理でしょ。小平君確実に決めとこう。これ襲名でしょ。さてもうここからデートしていきましょう。間違えちゃった。ちなみにもちゃんなんだっけ、投手の場合。あれだ、絶対クイックの上位で、なんかイベント内容的にもう絶対それだよね。なんだっけ、あ最近あんまり取ってないから忘れちゃった。めちゃくちゃ敏捷ポイント使うやつ。めんどくせえからチャンスでいこう。お待たせいたしました。あ、お前さ、走者釘付け、クイックのコツが取れないと走者釘付けとかマジ無理だからね。レイリー、やる気がなさすぎる。お前何なんだ。これでちょっと景気づけにやる気出してくれ。すげえ0点に抑えたんだけど、よくこのさスタミナ量とさコントロールとさ急速で抑え込んだよな。まあここはねシラスだからっていうのがあるかもしんないけどさ、基礎能力上げとこう。この辺別に体力減るのはもうしょうがない、大したダメージにはならない。コントロールやっぱいいだな。で筋力余ってるから144で、スタミナ一応投げ切れるものが欲しいから C に上げとこう。 OK で、また変化をほいほいと、あとはひたすらデートの前に、ちょっと待ってね、使うもん使おう。技術経験点てかさ、シラスも取れなかったんだよね。いやもう全然なんかドミカスのイメージしかないんだけど、この選手。一応終わった、二刀流に挑む。ダメだ。まあいいけどね別に。マインドブレーカー取るか、経験点溜まってきたから。これでアンドロメダだしね。てかさ、マインドブレーカー取ってもさ、自分で投げなきゃ意味ないからね。速球プライド取れねえし。マインドブレーカー安いよね、3で取れてるし。しかも内角、精神が全くない。鉄腕はいらない。お待たせいたしました。
いや実際だったら鉄腕いいと思うけどね、安いから。切り裂きレイリーとマジなんでこいつ本当やる気ねえな。初球空振りから行ったか、行かないか、やる気がなさすぎる。何なんだこいつら、こいつもやる気がない。打ちました、初球打ち掴んでこれで3アウト。稲川くんもやる気がない。何なの本当に。やべやべはやる気があるな。やべのやる気があるとマジ使えるからな。38か。もうモネちゃん評価マックスだからね。で、いや知らせないの言ってえわ。効果確認たいそのまんまだな。いや知らせ取れなかったのほんと痛い、経験点的にも。てかさ、これさ経験点取れてないからさ、知らせもブレインマッスルも普通に考えて伸びないわ。そうしゃ見つけ絶対無理だよ。一応試合経験点ボーナスはつけておきますか。あと覚えられるもの、走者釘付け126とか不可能だ。あ、奪三振、勇猛果敢も覚えよう。鉄腕もまあ一応取っとこう。今の俺にとっては全く必要ないけどね。速球プライドはなんかあっても良さそうだよね。球速そんな低くそれ高くないから。いやもうやることなさすぎるメンタル。こっち、そっか、キバがいるから特に話が進まないのか。お待たせいたしました。なんかキャラ的にはね、虹谷もキバも悪くはないキャラなんだけど、そもそもね虹谷に至っては通常バージョンがもう完成されすぎてるから、別バージョン出したところでやっぱ難しいよね。パワー G、無理だ、なんかどうにもならん。第3球を投げた、打った、強い当たり、抜けた、エビル、つなげた、よし、やべ、あ、やべのやる気は下がってる、して何が起こったんだ、やべ、ライトフライ、第2球、投げました、ストレートはもう、外角低め、第3球、しかし、ここで持ってく、打った、これ、これ、見送る、OK、おお、投げ切った。いやこれマジでさ、サクッとでやる気しないんだけど、最後くらいサクッとやってみる。タックも起きねえし。はい、逃げ玉、逃げ玉も取っておこう。走者釘付けってさ、技術もめちゃくちゃ使うじゃん、147とか。でもあればあったでね、走者釘付けは試合で役立つ特能ではあるからね。お待たせいたしました。いかんせん空腹がないと無理だよな。一ノ瀬、一ノ瀬吸収してないから。げっ、なんだエラーしました。なおもチャンスが続きます。投げました、シュートはもう、まずは外角高め、投げました、打った、痛烈な当たり、これはヒットになります。エビル、この回3点目、3対0。そして俺か、下位打線が頑張ったんだな。あ、さあ CG と初球打った、センター下がった、ヒット、ボールは中継、エビル、さらに1点追加、そして4対0。やべ、第9、めちゃくちゃ活躍してるからな今回。第2球打っちゃおう。いや今ボール球って分かってたけど、なんかめんどくさくなっちゃった。4点取ったら、初球から打った、ヒット、ボールが点々と転がっている。エビル、さらにどんどん打っていこう。5対0、第9、投げた、初球打った、ダイレクトフェンスに当たった。エビル、進むね。大田君、
第9球パワーがいいですか。まずはアウトロー。第2球投げた、打ちました。あ、ずれた。取ってこれで3。いいね、完封。完封するとそれなりにもらえるんだよね、経験点。ほら90で、どうする、カブロー。めっちゃ打たれそうで、使ってないのはもうないよね。これで600点無駄にしてる。無駄っていうか取れてないからね。変化球で一緒も。なるみもさ、その2つ得意練習になっちゃってるからさ、タックのパーセンテージが低いんだよね。かといって守備にさ、そんな頻繁に出てくるかって言われたら出てこないからさ。なんか覚える、いやいいや、なんか2球種で頑張っていこう。コントロール球速でも上げていこう。150キロでいっか。じゃあ変化球やっぱ覚えよう。チェンジアップを覚えて緩急をつける。いきなりエビル先制のピンチです。ガウェイン、ガウェインそうだね、ガウェイン。これから2球目、チェンジアップ見送ってストライク、投げた、打ちました。どうだ、これがエビルキャップの力だ。これまだだし、騎士だ。ランナーは2塁変わりません。第2球投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。これで追い込みました。最後はストレート、いいね。みなぎる柿色だ。ギリギリのところ、ワンアウトっていうのは本当にやめてほしいんだよ。篠田とかさ、普通の名前なんだけど。いいね、ひなぎる活力、ガラハド。やっぱさ、難易度下がってるからさ、こんなポンポンいけんのかな。その割にはモード君、投げました。カーブ決まってストライク。スライダーを外す。振らないか。いいね。また篠田君。普通の名前篠田君。ギャーだった。満塁だし。しかもアベレージヒッター持ってんのかよこいつ。ナイス。誰か知らないけど。全力ストレート。うわ、めっちゃ着弾点がずれる。この後に低めのボール強度取ってよ。ノーアウトだったの。ピンチが続きます。いやこれ無理だよ。お、これで大丈夫だった。ランナーは三塁変わりません。1点献上かなって思ったけど、ここで1点失うのかなり厳しいからね。これです。でうちヒット2本しか打ってねえじゃねえかよ。俺がこんな頑張ってんのに。もう無理だぞ。エビここでピンチをしのげばさよならの夢につながります。第4球を投げました。ストライク。そんなの夢とかないから。重そうなストレート。期待ができない。第6球を最後チェンジアップで決めよう。ランナー自動的にスタートします。打ちました。オッケー。スリーアウトチェンジ。無駄を。エビ先制のピンチを迎えました。アーサーも投げてんのか。投げ合いだな。これあれだよね。実際の甲子園だったらめっちゃ盛り上がるよね。アーサーと俺の投げ合いでしょだって。打った。フラフラと上がった。で俺はなんていうの、ヒット打たれてるけどなんとか抑えてるみたいな。でアンサーは完全に抑えてるね。ヒット2本しか打ってないから取られた。ゴミカスやな本当に。エビル高校とかチームメイトが、いやこれは感動する甲子園の試合だったよきっと。観客からすればもういいよ先発で。何くれんの、そういえば投手の場合って尻上がりか。一応そうだ、ルナちゃんここでね敏捷ポイントちょっとくれんだよね。走者釘付けには全然足んないけど。いやもう8900とか全然ダメだ。能力を開ける気すらにならない。ちょっとコマ終わりちゃおう。はい、というところでもう俺エビルの投手は無理だね。もう野手でやってきます。いや投手編成が難しいよ本当に。なんか特攻キャラが難しい。特攻さんがもうなんか偏りすぎててさ、
全員突っ込めないよね。まあ、あとはまた始まるとね、なんか新キャラみたいなのが追加されたりするんで、まあ、それでまた編成が変わるかもしれないんですけれども、もう自分はもう絶対野手だね。もう野手でやるしかないんで、まあ、投手はもう多分これで終わりにすると思います。そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。